釣りスカート。釣りスカートは、ウエスト部分に取り付けた一体の紐で肩から、釣り下げるようにして着用するスカートの総称である。アメリカでは、サスペンダースカート、という。日本では、釣り紐のことを背中で交差された形状から、タスキと呼ぶ場合もあり、釣りスカートのことも、タスキスカートという人もいる。アメリカでは釣りスカートや、サスペンダードレスをと称し、 英国ではと称す場合が多いはアメリカでも日本でも使われない言葉だが訳せばエプロンドレスということになる一方という言葉は英国ではセーターのことを表しスカートのことではないサスペンダーという言葉も英国ではガーターベルトのことを表す英国でサスペンダーのことはブレイセスというがこの言葉もアメリカでは 私立強制用具などの別の意味で用いられる。は、アメリカの公語であり、釣りスカートを含めてこの言葉が用いられることも多い。この影響か日本でもジャンパースカートというジャンルにまとめる人もいる。服飾世界のジャンパースカートの定義を逸脱するものではないが、拡大解釈は混乱を招く。なお、ここ数年釣りスカートのことをサロペットスカートと表示し、 販売している店舗が目立つようになったが、サロペットというものは、胸当て布がついたタイプを表すので、胸当てのない、紐だけで釣るスカートをサロペットと表示するのは明らかに、間違いでや。紀元前のエジプトにおいて、壁画や出土品に見られる女性の衣装は、スカートをサスペンダーで釣るようにして着用しているものが多く、見られ、それを起源とすれば、 釣りスカートは5000年以上昔から存在していたことになる。男性のズボンを支えるパーツとしてのサスペンダーは17世紀頃のフランス上流階級でハイウエストに履くズボンを支えるために考案されたようだがこのサスペンダーをスカートに最初から作り付けにしたのが釣りスカートである。エジプトの例はともかく一般に釣りスカートは20世紀初頭に 登場したという説が有力である。アメリカの1915年版の型紙集にはすでにハイウエストタイプの釣りスカートが掲載されていた。本格的に流行したのは1930年代で、当時の雑誌や映画にもしばしば登場している。日本でも昭和9年頃から流行し、いわゆる無ガと称された若い女性たちが釣りスカートを履いて銀座をカッポするような写真が残っている。 この時代のモガの定番は、丸い帽子とセーラー服、それに釣りスカートであったようだ。戦後釣りスカートは、主に子供服のカテゴリーに採用され、学校の制服を中心に、全国で見られるようになった。そして1976年頃から1982年頃に、再び流行し、当時の若者向きのスカートはそのほとんどが釣りスカートで、あったほか、 有名なデパートや一部上場企業、銀行の OL の制服にも採用された。その後、目まぐるしい流行の変化で、徐々に釣りスカートは衰退し、学校の制服や子供服からも釣りスカートは姿を消した。しかし2005年頃から、ニューヨークやパリのコレクションでも、サイド釣りカートが登場し、2006年以降日本でも、新たなデザインの釣りスカートが、 若者向けのファッションとして登場している。おおむね30年ぶりの流行の兆しであるが、最近の例では、70年代ファッションのレトロブーム的なもの、ヤング向けのパンク、ルーズスタイル的なもの、それにセレブスタイルものと傾向が分かれてきたようだ。子供服のジャンルにも一部の商品で釣りスカートは復活しているが、それも最近のものは実用的なものより、 大人のファッションをそのまま子供向けにダウンサイジングしたものが中心である。2007年になるとハイウエストのタイトシルエット系のツリースカートが大人のファッションとして取り込まれ、特に20代から30代女性の OL にターゲットを絞ったセレブファッションとしてもこきれている。これらは黒や灰色、あるいはブラックウォッチなどのタータン系のシックな柄を用いて制作され、 フォーマルな用途にも対応している。デザイン的にもボタンを中央に3つあるいは左右に3つずつ並べただけのシンプルなスタイルが主流である。また、このタイプのハイウエスト吊りスカートは子供っぽいイメージを払拭するために釣り紐が前ウエストの比較的外側についたデザインとなっているものが多い。通常、このように紐が外側に寄っていると紐が肩から落ちやすいものだが、これらの 新しい釣りスカートでは、釣り紐は身長に合わせて短くし、背中で大きく10文字に交差させて着るようになっているので、紐が肩から落ちることも少ない。若者向けのローライズに履き、長い釣り紐をわざと釣り落としたりするパンク系やルーズ系の釣りスカートとは、明らかに一線を画する大人の女の釣りスカートでる。サスペンダーはズボンが釣り落ちないために考案されたもので、 あり、釣りスカートも当然その機能が優先される。子供服の場合、ウエストの定まらない年代の子供体型では、ベルトの使用は困難であるし、成長期の年代になれば、体型がわずかの間に著しく変貌し、ウエストを特定することが難しくなる。大人の場合は、ウエストベルトで下腹部を締め付けるボディコンシャスなスカートでは、長時間の着用は、 健康を害する恐れもあり、ウエストで締めない釣りスカートは、長時間座って、作業をする OL にとっても着心地が良いという面がある。また、動きの多いウエイトレスなどもでも動きやすく機能的な、スカートが求められる。このような観点が、釣りスカートが、子供服として、あるいは学校や企業の制服として採用された経緯である。釣りスカートは、 実用面以外に着用した姿の可愛らしさから、大人の釣りスカートの場合では、見た目の女性らしさを強調する場合にも用いられる。この場合には、釣り紐は、全くの飾りで、紐はなくても着用できるものがほとんどである。イベントコンパニオンなどのユニフォームがその例である。なお、釣りスカートを着用した場合、紐が長いと肩から落ちることがあるため、これを防止するために、 ブラウスの肩に釣り紐投資のタブをつけたり、釣り紐を H 型にしたものもある。実用面を優先する子供服や学校の制服では、スカートに1体の細紐を取り付けただけのシンプルなものが多いが、ファッション性を重んじてデザインされた釣りスカートは、釣り紐が1本だったり、逆に左右に複数本あったりするものもある。通常釣り紐は、 背中で10文字に交差されているが、逆に前で交差させたり、エプロンのように首の後で紐を結ぶホルターネックタップの釣りスカートも登場した。また、釣り紐が前で H 型になったデザインは、ドイツの男性用の民族衣装であるレーダーゼンに見られるように古くから存在し、スイスの女性用の民族衣装や、フランスや中南米諸国のハイスクールの制服として、現在も多く見られる。 このタイプの釣りスカートは、釣り紐が肩から落ちることもなく、ウエストの大きめのスカートでありがちな、スカートが回ってしまうということもないので非常に着心地が良いようである。日本でも服飾デザインの世界でベーシックなタイプのプリーツスカートは、このような H 型の釣り紐がついたものが一つの標準パターンになっていた時代もあり、過去において、 しばしば H 型釣り紐の釣りスカートが登場している。戦時中の女子青年団の制服もこのような H 型釣り紐付きの紺色のプリーツスカートであった。中原淳一がジュニアソレイユに発表したファッションデザインには釣りスカートが多く見られ、H 型釣り紐付きも見られるのは当時の流行を物語っている。スカートについた釣り紐は バックルで紐丈の調節ができるようになったものもあるが、ほとんどはボタンが消して止めるデザインである。そしてかつては、釣り紐はボタンが消されない。一方の先端部分、ほとんどの場合、背中側はスカート本体に縫い込んだり、閉じ付けてあって、紐の取り外しのできないデザインが主流であった。紐がスカート本体に固定されていると、着た時のシルエットも綺麗で、 ウエスト部分は引き連れたりすることもないが、流行が変わったり、気分的に釣りをするのに飽きたような場合には、スカート本体に閉じ付けられた釣り紐は、ハサミで切って取らねばならない。リサイクルショップなどに出ている釣りスカートには、釣り紐をハサミで切り落としたものが多く見られるが、これにより、生地を痛める原因となる場合も多い。このためか最近のものでは、前後ともにボタンがけで、釣り紐の取り外しができ、 好みで釣りをしたり外したりできるデザインが主流となっている。これでは普通のスカートに別パーツのサスペンダーをつけて着用するのと変わりがないと思われるが、釣り紐が取り外せるタイプのスカートでも、共切れの紐が付属している場合には、そのスカート釣りスカートのカテゴリーに含まれる。なお、アメリカでは商品の解説に釣り紐の取り外しができるタイプには必ず、 デタッチャブルショルダーストラップの表記がある。釣りスカートを商業的に多くデザインしたデザイナーとしては金子伊佐が挙げられる。彼の立ち上げたピンクハウスやインゲボルグなどのブランドには多くの釣りスカートがあり、現在も一部に熱烈な愛好者がいる。釣りスカートを制服として採用した学校、企業には次のところがあった。 セーラー服の下などに釣りスカートを履く学校は割愛。なお、オフした学校は、現在も釣りスカートの制服を用いている。は、現在も釣りスカートの制服を用いている学校。喫茶店やケーキ店などの個人経営店を除く。など。また、主に、関西、中国、四国地方、九州中南部、沖縄を除くの小学校では、 標準服として女子に釣りスカートの着用を求めている場合が多い。携帯は後部でクロスさせるものが多く、上には白のポロシャツなどの白いボタン付きシャツを着つことが多い。ただ、同じ自治体でも標準服を採用している学校としていない学校が混在しているケースもある。ヨーロッパ諸国でも日本と同様、制服や子供服として釣りスカートが見られた。 フランスでは、リセと呼ばれる上級のハイスクールの制服として、釣りスカートが採用されていた。ドイツでは、少年少女合唱団の女子制服に釣りスカートが採用されているところがあるし、また、スイスやエストニアの民族衣装には釣りスカートがある。アメリカでは1960年代まで、飲食関係の店の制服に釣りスカートは広く用いられたほか、 ファッション雑誌などにも子供からヤングミセスまでの様々な年齢層向けのツリースカートが紹介されていい。最近では再度流行し、若者向けの新作、レトロな復刻スタイルが人気を呼んでいる。中南米諸国ではキューバ、ジャマイカ、ニカラグア、ペリューの学校の制服に多く見られる。特にペリューでは小学校から高校まで、公立学校も、 私立学校もほとんどの学校で灰色の2本ボックスプリーツで H 型の釣り紐のついた釣りスカートが制服として採用されている。またガールスカウトの制服にも釣りスカートを採用している国もある。アジアでは韓国や北朝鮮、台湾、タイ、インド、ミャンマー、ベトナム、マレーシアの小学校の制服に釣りスカートが存在するが、 高校の制服としてはフィリピンに何例か存在し、H 型釣り紐付けの釣りスカートを採用している。また、韓国の中南外国語高等学校の制服も釣りスカートである。このほか中国では、高級レストランやホテルの女性従業員の制服として、黒のタイトシルエットの釣りスカートが用いられることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。